ニソンプロジェクト大阪神戸支部リーダー3年生の永見もなです。本日は短い間でしたがパフォーマンスを見ていただきありがとうございました。もし私たちのことが気になってくださっている方がいましたら、インスタ、ツイッター、TikTok 公式ホームページありますので、 so.on プロジェクトと検索してみてください。そして私たちはまだまだみんなで突き進んでいくので、応援よろしくお願いします。本日は本当にありがとうございました。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 すごいたくさんの人数、フレッシュですね。ソーオンプロジェクトのパフォーマンスをご覧いただきました。すごい歓声も上がっていましたけども、楽しんでいただいてますか。港神戸港祭り行っております。